あ、何かご用かい？ん？どこかで見たような気がするね。あの人じゃないかな。ほら、始めたばっかりでいきなりアファシスを仲間にしたっていう。おお、あの超ラッキーな。ここで会えるとは光栄だね。そうだ、ちょっと手でも握ろうじゃないか。そのあふれるリアルラック、私にも分けてもらうぜ。え？ごめんね、釣りはちょっとガンガン行く性格だから。私はレン、こっちがフカジロ。フカでいいよ、みんなそう呼ぶ。こうして会ったのも何かの縁だ。これから仲良くしようじゃないか。と言ってもフィールドで会ったら私とあんたは敵同士さ。そん時はお互い情け無用だぜ。フカ、何か変な動画でも見た？見たともさ、すっごい人気のやつ。いやー、その主人公がかっこよくてね。戦場で立ち上がって名乗りを上げたりしちゃダメだよ。しないよそんなこと、2秒で蜂の巣じゃん。分かってるならいいけど。せめて7秒もあればちゃんと単価が切れるんだけどな。レンの VRMMO ライフについて一番情報を握ってるのはこの私だぜ。レンがとある VRMMO をログイン時間20秒で挫折した経歴の持ち主だとかね。ちょっとアバターがレンのコンプレックスに触れちまったみたいでね。うわぁ、不可！まあ正直あん時は私も悪かった。でもだからこそレンにはこの GGO を楽しんでほしくてね。ね、頼むよ、この子と仲良くしてやっておくれよ。ちょっとおかしなところもあるけど、レンはいいやつだからさ。おかしなところ？戦闘服もブーツも銃までピンクなところとか。いやいや、これにはこれでちゃんとメリットがね。自分の銃が好きすぎるところとか。ひょっとしたら時々銃とおしゃべりしてるかも。そんなことめったにじゃない、全然しないよ。わざわざエアガンまで買って家に。あ、これ続けるとリアルの話になるわ。ごめんごめん。おーい、まあまあレンさんや、落ち着きなさい。ここからが本題だ。ん？実はこのピンクの子、めっぽう打ち合いに強くてね。私じゃかすりもしないような距離できっちり当てていくんだよ。いや、負荷と比べちゃダメでしょ。拳銃とか下手したらほんの5メートルでも全弾外すじゃん。おっと、私のメインはグレネードランチャーだぜ。運用からして違うのさ。確かに、負荷のそれには助けられてるけど。ま、私のことはいいんだ。今はレンだよ、レン。ちゃんと売り込まないと、後悔しても知らないよ。そんな話だったっけ？まあ、聞いてくださいよ。ほら、この子ったらこんなに小さいでしょ？えへへ。でも、ひとたび戦闘となったらもう全身これ、闘志！体も切れるし、頭も回る！お買い得だよ！売るな！特に覚悟を決めたレンは本当にえげつなくてね。腕がなければ足で、足もなければ噛みついてでも敵を倒すだろうよ。ひどい風評被害だ！私は本気だよ、レン。余計悪い！ああ、もう、本気にしないでね。私は普通だから。それじゃあ私たちは行くね。良い狩りを。頑張れよ。
そして賞金額を釣り上げてくれると嬉しいぜ。それはちょっと不可、失礼なんじゃ。なーに、GGO 流のエールってやつさ。きっとそうだ、今決めた。じゃあ私たちも頑張らないとね。今日はレイのところ行こうか。この間話したところかい。よーし、腕が鳴るぜ。レン、私はどこまでもあんたについていくよ。はいはい、ありがとう。それじゃあまた。クロッケンか戦場で。ああ、いやー探したよ。レイちゃん、こんにちは。お二人ともこんにちはなのです。何か私にご用でしたか？うん、実はレイちゃんに頼みたいことがあるんだ。この機械のことなんだけどさ。わあ！おお、ご名答。私たちさっきまで宇宙船の中を探索しててさ、その途中でこの機械のアイテムを見つけたんだ。最初は何やっても動かなくて、もう壊れてるのかと思ったんだけど。私のとっさの機転で起動させてやったってわけさ。起転って何しても、うんともすんとも言わないからムカついて蹴り飛ばしたってだけじゃん。まあまあ、それで動いたんだから結果オーライってやつだろ。それはそうだけど、ってそんなことはどうでもよくて、結局機械は動くようになったんだけど。こんな風に意味わかんない音声が流れるだけなんだよね。ほら、宇宙船内のシステム音声って全部バグってるでしょ。アファシスに翻訳してもらわないといけないんだよね。それでレイちゃんに頼もうと思ったわけさ。おっと、嫌とは言ってくれるなよ。もしそんなこと言ったら。言ったら、そのあれだ、泣くぞ。うん、特に思いつかなかったんだね。でも私もレイちゃんが引き受けてくれたら嬉しいな。ほら、この音声、必死に何かを伝えようとしてるみたいでしょ。何言ってるのかすごく気になるんだよね。ほらほら、レイちゃんのマスターもこう言ってることだし、この機械がなんて言ってるのか教えてくれよ。バーカバーカ、あっち行け。出て。調子乗りました、ごめんなさい。ああ、違うのです。私じゃなくて、この機械がそう言ってるのです。え？この機械が？それじゃあ、今のが音声の翻訳ってこと？はい。どうやら蹴られたことに対して怒ってるようですね。バカとかアホとか、そんなことばかり言っています。ああ、つまりただの外れアイテムか。こりゃ無駄足踏まされたな。なんとかできない。この機械を動かすためにあれだけいろいろ試したのに、それが全部外れなんて。レイちゃん、他には何か言ってない？何でもいいから、バカとアホ以外の言葉で。そのこのチビ女どもって言っているのです。ち、ふか、今の聞いた？私たちチビ女だって。ああ、気にしない方がいいのです。これはただの私チビだって。わーい。ねえふか、今のちゃんと聞いてた？私チビって言われちゃったよ。ああ、うんうん、聞いてた聞いてた。
ああ、こいつは人にチビって言われると喜んでしまう悲しい女なのさ。そうだったのですか。ねえフカ、こんないいアイテムを手に入れられたなんてラッキーだったね。ま、レンが喜んでくれるなら別にいいけどさ。そっか、私チビか。